ディオセルソルアーク、来たれ最高。うわっ、とりゃとりゃ、えいや、とりゃ、ケルカレル、クネキュー、クネキュー、クネキュー、とりゃ、クネキュー、でもは、二人とも見た？ハク、落ち着いて。落ち着いていられないよ。私もちゃんと魔法が使えたんだから。偶然じゃない？そんなことないよ。見てて。なんで？やっぱり。アクはこうでなくちゃ。何にしても無事に戻ってこれてよかった。ねえ、先生にこの場所のことを伝えた方がよくない？ダメだよ。どうして？あんなダンジョンにつながる扉なんて危険じゃないかな。この場所も理由があって隠されてたのかもしれないし。ダメダメ、絶対ダメ。こんなところで罰当番をサボってたってバレたら退学になる。サボってた自覚はあるのか。先生に言うかどうかはともかく、今日はもう遅いし部屋に戻ろう。アナベルかわいい。ポテト。今日も罰当番？後で手伝いに行くから先に図書室行ってて。うん、ありがとう。ロッテ、スシ、どうしたの？おかしい。こんな朝早くからどこ行くんだ？今日も図書室だよ。はあ、アッコが図書室？なんだよ、そのつまらない冗談は。昨日説明したじゃない。もしかして嫌味？昨日？何言ってんだ、説明なんて聞いてないぜ。だってコンスタンツェとヤスミンカも聞いてたよね。うん、そう。あれ、
というわけなの。なるほどな。それなら納得だぜ。昨日説明したと思ったけどな。やっぱり昨日説明したよね。変なの。あら、アッコ、ずいぶん早起きですよね。あなたのことだから昼まで寝てると思っていましたもん。何時に起きようと私の勝手でしょって。これ昨日も言ったじゃない。昨日も何を言っているのかしら。はあ。そんなことよりフィネラン先生から聞きましたわ。まったく、あなたと来たら。またその話。ダイアナに言われなくてもちゃんと罰当番するってば。ええ、それならば構わないのですわ。アシュラ先生、もしかしてまたバケツが壊れたんですか？ええ、よくわかったわね。アッコが修復魔法を使って直してみせて。またですか？え？多分魔法薬を飲まないと失敗すると思いますけど。あ、じゃあこの修復魔法薬飲んでみる？それじゃあ行きます。今の感覚を忘れないようにね。きっとすぐに魔法薬なんてなくてもできるようになるわ。はあ。図書室の幽霊を見た子がいるとか言って、朝から報道部が騒いでいましたわ。報道部の自作自演でしょ。あの号外を見て夢でも見たんじゃないかしら。あれ、そういえばオリーはまだ寝てるっぽいね。夏休みになったからって昼まで寝てるつもりかな。おかしいな。え、何これ。昨日片付けた分の本がまた積まれてるじゃない。というわけなの。つまり昨日私たちが片付けた本を誰かがまた元に積み上げたってこと？そう、ムカつくよね。誰が何のためにそんなことするの？アッコに対する嫌がらせでしょ。きっとハンナとバーバラよ。そうかな。これ昨日と全く同じ状態だよ。全く同じって？私が覚えている限りだけど、本の積み上がってる順まで一緒みたい。アッコに嫌がらせするためにここまで完璧に戻す必要ないと思う。というかできないんじゃないかな。それはそうかもしれないけど、じゃあこれはどういうこと？そう、とりあえず本を片付けようよ。こうやって考えてても終わらないし。そうだね。なんか片付ける前から疲れちゃったけど。
と昨日と同じくらいには片付いたかな。もう一頑張りだね。スーシー、どうしたの？ちょっと気になることがあって。気になること？どうせそんなこと言ってサボってるんでしょう。あの隠し扉は開いたままなんだね。あ、そういえばあんなの見つかったらまた怒られちゃいそう。それは本を全部片付けてから考えたら。そうだね、さっさと片付けちゃおう。これなら明日で終わりそう。うん、よかったね、あっこ。ロッテとスーシーが手伝ってくれたおかげだよ。スーシーは途中からサボってたけど。今日はもう終わりにしない？お腹空いたし。うん、今日のおかずは何かな。またポテトかな。ポテトはもう嫌。何しまろにゃ。昨日でほとんど片付いたし、今日で罰当番は終わらせちゃおう。うん。はあ、やっぱり変だ。スーシー？ねえ、スーシーってば。あっこちゃん、こんな朝早くからどこ行くんだ？今日も図書室だよ。はあ、あっこが図書室？なんだよそのつまらない冗談は。またそれ？いい加減にしてよね。おい、何を怒ってんだ。私、変なこと言ったか？うん、もしかして本当に覚えてないの？覚えてないも何も。どういうこと？なんだか怖くなってきた。あら、アッコ、ずいぶん早起きですわね。あなたのことだから昼まで寝てると思っていましたわ。ダイアナまでどうなってるの？アッコ、何かあったのですか？ううん、ちょっと考え事してただけだから気にしないで。シラ先生。あら、アッコ、ちょうどよかった。先生、